ちょっと良一さん、どうなってるの？そう、うちのお客さんがここを引き払うのを見たって教えてくれたのよ。もしかまったくあの特攻夫婦は何をするにしても思いついたが吉日なところは何年経っても変わらないのね。まあ詳しい話は後で、とりあえず荷物持ってうちに来なさ。そうよ、何か差し障りでもある？じゃあ問題なし。じゃあこうしましょう。あら本当は他に当てなんてないくせに、素直に「はいそうします」って言わないところなんて、お店が忙しい時に手伝ってくれれば。ちょっと待って、うちに住む条件その1、千鳥おばさんじゃなく千鳥さんって呼ぶように。おばさん、そう、その調子。お店ではおかみさんで、普段は千鳥さんでね。さあこっちにいらっしゃい、良一。うちに出入りするときは面倒でも必ずこの勝手口からにしてね。正面入り口はお客さんの通るところだから。今ちょうどお休み時間なのよ。娘たちを挨拶によこすから、ここで。お久しぶりです、良一さん。してるんだけど、私は、はい、お茶を。良一さん、そうかしら、おじさまって結構。かわいい。ええ、かわいいものを集めるのが。こんにちは、リョウイチ。ほんとだね、何年ぶりになるっけ。そんなに経つ？ちょっとショックだな。そっか、でもね、私今の学校に入ってすぐぐらいかな。だって良一ってば、女の子に振られたみたいな顔してポケット突っ立ってんだもん。うん、将来は母さんの後を継いで時の看板に恥じない立派なおかみさんにならないといけないからね。そういうわけじゃないけど、あんまり。良一お兄ちゃんなの？うん、もちろん覚えてるよ。よく小鳩と遊んでくれたもん。夏なんかつぐみお姉ちゃんと3人で、うん、あ
の頃はみんな仲が良かったのにな。ううん、そうじゃないけど、ミサモお姉ちゃんは相変わらず少女趣味でマイペースだし、つぐみお姉ちゃんはなんだか使命感に燃えちゃってカリカリしてるし。陽一お兄ちゃんって結構大人なんだ。やだ、恥ずかしいじゃない、陽一お兄ちゃんたら。私、アルバイトの相原ひなって言います。おかみさん、じゃあ私と同い年ですね。だったら私のこともひなって呼んでくださいね、りょういちさん。いえ、三つもあるんですから一つぐらいも。ここがおかみさんの部屋、こっちがみさごさんの部屋で、ここがりょういちさんの部屋です。あたしの部屋の向かいですね。はい、すごく小さいんですけど、実家が料理屋なので。偉くなんかないですよ。必要なものがあったら何でも言ってください。ちょっとお邪魔するわね、両娘たちと久しぶりに顔を合わせた感想は？そりゃあ私の娘だからね。ところで両一さん、私と純子が仲悪いの知ってるでしょ？あれはね、実は秀一さんをめぐって純子で争ってたからなの。ぼーっとしてるって、せめて僕年人とか言い方がないの？それでね、純子ったら色仕掛けで既成事実作っちゃって、息子の良一さんだってそう思うでしょ。私がやったならともかく、あのおとなしい純子が。結局私はここの亭主と一緒になって娘を三人産んだんだけど、小鳩が学校に上がってすぐにいきなり死んじゃったでしょ。それ以来幸せそうな純子が羨ましくって、私から卑怯な手で秀一さんを奪ったくせに、一粒種の良一さんを置いてきぼりにして二人で失踪だなんて。それにしても本当にあの頃の秀一さんそっくり。あの頃の秀一さんってとても凛々しくて素敵だったのよ。決めた、良一さん、あなたうちの娘の誰かと一緒になりなさい。一つ聞くけど、豊島のお姉さんと同年代の娘さんとどっちが好き？あら嬉しい。とはいえやっぱり同年代の子がいいでしょ。とにかく本人の承諾さえあれば娘たちに何しても構わないから。なんなら子供が先でも構わないしね。それでお店を継いでくれれば万事 OK。 ああ、お店のことは心配ないわよ。学校に通いながら修行すれば数年で立派な板前になれるわよ。じゃあ、早速明日から修行できるように花板に頼んでおくわね。
夕飯の支度ができましたよ、良一さん。ええ、でも私って不器用だから3,000円も使ったのに。りょういちお兄ちゃん、小鳩の隣の席、ほらほら座って。